ビキデチャンネル、今日はデベンの背中トレーニングでショーンも参加して、今朝7時アイスカイルここで、ということで朝7時から結構混んでる。そしたら音楽はまだ8時からジムはメンバー以外の人、メンバーは24時間自分のキーを使って入れるので、まあそれ8時から8時、平日はそれ以外の時間は、まあ、音楽もなくてスタッフもいないということで、ちょっと静かだけれども結構混んでる感じです。ということでデビンは今34週前だったら33週前、来年のJカトラクラシックで、ショーンはもちろん今3週間前、2週間だ、3週前です、3週間前コンテストということで、まあ、今日は、デビンの背中のトレーニングということなんだけども、まずはこのビハインドネックプルダウンは、これはウォームアップ、で20回の3セット、でこのあとプルアップ、まあ、懸垂をやるんだけれども、まあ、そこから本番トレーニングということで、もう1セットアップね、特に肩周りで。ビハインドネックをやる理由は、やっぱり肩がこれ重要になってないとビハインドネックにいかないので、まずなのでこれで十分ストレッチさせて、肩を温めてやると。さあ、実はもう1セット、 So behind neck pull down, So we are doing this for warm up, but important thing is you have to pull back your elbow back, So it almost like hitting back double biceps, So you need a certain flexibility on your shoulder. The reason why we're doing as a warm up is for actually shoulderRotation, shoulder flexibility. So this is very a good exercise for your back, the first exercise. Pull up, 懸垂。で、これ自慢じゃないけど、俺はもう得意じゃない、今ももちろん得意じゃないけど、現役でやってた時は変だけど、の時も全然ダメだった。ということで、10回できればいいかな。ワイドグリップで胸を張って、胸をこのバーに向かって上げていくと、常に同じ調整してる、調整してる。でもまあ、トレーニングコンテストの準備したい時でも、トレーニングの目的は筋肉をつけることだから、まあ基本的には変わらない、体脂肪を燃やすのは食事と有酸素。上げられれば上げてくるんですか、今みたいね、あの補助、重量は、もちろんそう、もちろん、もちろん筋肉痛になってもいいんですか、なんともいいかで、その後にこのベントーバーロスーパーセット、はい、ワンアンドローはこれグリップが、まあ、いくつかバリエーションあるんだけど、今日はハイ、上の方にこれつけて、こっちはこの引きやすくなる、
のバーの内側だね。で、こんなに引きつけてくこれは前傾を強く肩幅ぐらいにいって後から前傾45度ぐらいですか。で、下にしっかり伸ばすと。これが伸びきらないでこう膝の上まずはこれシュラッと僧帽筋になっちゃうのでできるだけ前傾してしっかり伸ばすと。みぞおちゃん、ここを開けて最初のと使ってる筋肉は同じとこ使うんですか。同じように使うようにするの。で連続でやることによって休みなく、要するにまあ同じ種目、少し矢で角度が違った、同じ背中なんだけど、角度が違って2種目を組み合わせることによって、違った筋肉を同じ部位でも違った角度で刺激すると。することによって肘が上がるように。なので、どっちかというと上背部、僧帽筋とかあと肌の後ろも鍛えられる。なのでこう上に肘を上げていく、肘を下ろしてなんで上げていく。そして次は肘を下ろしてアンダーグリップで広背筋。そして最後はワンアームロードがまた広背筋だけども違って書くので、この3つを連続でやると。This one.このジャイアントセットをやるとき、スーパーセットもそうだけど、パートナーと一緒にやるときは、前の人が2種目目終わったぐらいにスタートしないといけない。それじゃないと途中で詰まってきちゃうので、スーパーセットの目的は、ジャイアントセットは、この種目からに休みを入れないということなので、前の人に詰まらないようにしようこれさっきのと違って下の方ですか。これは下の方ですね。こう肘をこう円を描くように引く。なので全部さっきと同じ背中だけれども違った角度で休みを入れずに鍛えることによって違う筋線を鍛える。まんべんなく。これ間の一骨の三つ終わった後の休憩はどれぐらい入れていいんですか。最低でもやっぱり3分ぐらいはやってほしい。3分は休憩していい。でこれやっぱり筋力だけじゃない、筋持久力、あと心肺能力も必要なので、それが回復してから
心拍数が落ちないうちにまだ始めた。筋力が出し切る前に心肺機能が疲れちゃうから、これ普通の重りで引っ張るのと違うんですか？あのフリーウェイトでこうやってやる、フリーウェイトの方が多くの筋肉を使わなきゃいけないので大変、大変なんだけど、マシンのいいところはアイソレ、広背筋だけ使えるところ、広背筋だけ使ってるってことないけど、バランスを取る必要がないから、このジャイアントセットをやるには、適してるって大変だけど、特にもう最初の弁当バローとのスーパーセットでかなり疲労してるから、そうすると広背筋効かせながら最後出し切るというところはマシンの方が向いてるから、もちろんマシンがなければしょうがないけどね、うん、ゆえってあんまりこのマシンを見たことないですよ。ないですよね。これは別にダンベルやってもしょうが、ね、うん、こうね、こういうのしか、This is heavy. Hold on. Just so everyone knows, I'm not extremely weak if Hide says this is heavy. 大変。Sean's breezing through it, so I think Hide, I think Sean needs another round, he said. For me, this one's the hardest one. This middle one. I don't even know if they're all hard. Literally, my fingers, like if this wasn't on, like I'm pulling with my wrist. I don't know why.今日はショーンがいたので、ちょっとステップアップしてみた。はい、ビーステップダウン。ここ数週間ちょっとだんだんきつくしてるんだけども、はい、やっぱりコンテストに向けてっていうのもあるし、まあ、ショーンはもう直前だし、だからまあ、もうとりあえず基礎を作る期間はもう終わったので、これからはインテンシティを上げてきつくしていくと。So、now we made foundation, now we're going to keep this step now.頑張ろうだね。はい、お疲れ様です。はい。